はい、ゲームコレクターの酒ガンです。チャンネル登録よろしくお願いします。今週発売されるパッケージゲームをサイトでチェック。今回チェックするのはシフはね、なんか前 PS4、PS5 で出てたんじゃないかな。今回スイッチ版なんですけども、だからサイト情報見た記憶があるんで、ちょっともう一回っていうか、まあとりあえずサイト見てみましょう。はい、ということでこちら、まあ一応ね、上の方に PS5、PS4、Nintendo Switch のマークがあって、シフってあって、で下トピックのところ見るとね、2020年10月の13日スイッチ版発売決定っていうねあるんで、まあそれですよ。ということで、一応こうゲーム内容とか見る必要あるのかな。これスイッチ版、あ、いきなりここに出てますね。スイッチ版なんだ、これだけだとよくわかんないね。スイッチ版が出るよって以上の情報は ないのかな。ちょっとスイッチ版だけのね、何か要素があるのかわかんないけど、まあストーリー的にはなんか幼い、これ読んじゃってるけど、ね、普通に幼い頃カンフーの師である、父親を同じ道場の兄弟、兄弟子たちに殺された主人公、8年という月日をかけて鍛錬を重ねた復讐への道が始まる。クンフーを練り、復讐をなせということで、まあそういうストーリーのゲームですね。だから割とこう格闘ゲーム、格闘 3D 格闘アクション的なゲームなんですよね。ここの絵柄、バトルの絵柄見るのがわかると思います。でもここ特にスイッチ版うんぬんってことは書いてないですね。で、そうそう、このカレーシステムがちょっとね、気になってはいたんですよ、前から。まあ、要は PS4 版、PS5 版をプレイしてないから、前のね、この動画っていうか、このサイトをチェックした情報で今僕の、ね、脳内も止まってるんですけども。まあまあ、とりあえずこんな感じですね。だから、こうやって、あ、これでいいじゃん。だから、特に同じなんじゃないのかな。これ子供の時代か。あ、携帯モードを売りにしてんのか、これは。出方としては。わかんないかな。特に分かんなかったね。なんか違いがあるとか分かんなかったね、特に。うん。まあでも今からプレスになるスイッチ版でもいいのかなっていう気は、特に書いてないね。特に書いてないので、まあちょっとこれもう一回やると、あ、ここに出るのか。先行特典とかあるけど、まあ、だからこっちに PS4 版と PS5 版のね、発売情報が、これ2022年7月28日ですよ。が、のスイッチ版が、2022年12月1日だから、まあ、つい最近だね。言ってみれば。はい。ということで、プラットフォームは Nintendo Switch で、価格が5280円税込み。で、ジャンルがカンフーアクションでプレイ人数が、ゼロ C でプレイ人数が1人、オフラインのみとなっています。あれ、これオフラインのみっていう表記は、PS4 版の時はオフラインだったね。PS と同じだね。変わってないってことだね。あれ、ちょっと待って。日本語、英語、中国語、ボイスは英語、中国語のみ。そこも同じだね。だからこれ見た感じだと、まあいいや、ということで、これ見た感じだと、正直、PS4、PS5 版との差は、多分、ハードのスペックの差ぐらいなのかな、という感じがしました。まあ、これも、だから、ちょっと、ランキング入ったかわかんないけど、スイッチ版の方が遊びやすいんだろうな、っていう感じはしますよね。はい。僕も今からプレイするとしたら、あ、でも PS4 版とスイッチ版で迷いますね。はい。まあ、皆様はね、お好みの方で。はい。ということで、まあ、半年だとね、そんな値下がりも何もないと思うんでね、まあ、多分入手困難度はあんま変わんない気がします。はい。という、入手、まあまあまあ、そんな感じですね。はい。ということで、このチャンネルに応援いただける方は、ぜひグッドの評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。以上、サッカンでした。